南下してます。南下は南に下がるってこと？そうです。どうかと思った。ちなみに差し支えなければ教えていただきたいんですけど、はい。思い出の地ってのはここで何か？あ、まあ、なんていうんですか、ここで、うん、まあ、バンさんと出会ったところっていうんですかね。はあ、はあ、なるほど、まあ、バンさんに最初に教えられて、うんうん、また僕が迷っている時にもここで教えられて、うん、でバンさんに一旦お別れを言う時にもここで、そうなんですか。はい、それは確かに思い出の地だ。クラフトのとこでいろいろ武器とか用意していきましょうか。じゃあ、B の方がいいな。ちょっとお時間はちょっと少々頂戴しますが、はい、面談とやらを始めさせてもらってよろしいですか。はい、お願いします、はい、よろしくお願いします。ちなみにクラフト上なんですけど、マジで、ね、あなたの特技を教えてください。私の特技は、はい、まあ、射撃ですかね。うん、あとは、まあ、犯罪計画を少し立てることが少しできます。おお、それは素晴らしい。貴重ですよ。ちなみに、その犯罪計画というのは、はい、じゃあ、例えばこの銀行を襲いますというときに、じゃあ、こういう方法はどうですかという提案ですかね。あ、そうです。なるほど、なるほど。あとはその、うん、あとはその突発での、なんか判断力というんですかね。うんうんうん。まあ、思っていた計画通りに物事が進まなかった場合に、うんうん、代案をこう、まあ、すぐは難しいんですけど、ちょっと経って、うんうん、なんか、立てられるみたいな。うん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 。なるほど、なるほど。はい。柳田とキミトスは、続きまして、自分の戦闘力。戦闘力、まあ、銃じゃなくても何でもいいです。自分がもし戦うってなった時に、自己採点で何点だと思いますか。3022のところでボートを回収。3022でボート、了解。わしが一人で受付だけ済ませてくるから、まあ、自分で評価するのであれば、うん、無線の合図で70ですかね。70、わかりました。ダヨン様は確か結構犯罪歴というか歴は長いんですよね。そうですね。多分ここの町で、まあ、ソロで犯罪やっていた時は長いです。まあ、多少知識も経験もあるということですね。はい、まあ、その点少なくとも私よりも経験はありそうですけど、いやいやいや、そんな、いや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 、じゃあ、まあ、運転は壊滅的なのでヘリの操縦はどうなんですか。ちなみに、あ、まあ、できます。警察だった時に運転していました。じゃあちょっと言葉だけじゃ信じられないので、はい、ヘリコプターにおいて大事だと思うポイント3つぐらい教えてもらえます。まず高度の維持ですかね。うんうん、高度が低すぎたらまあ建物にぶつかったりとかして、うんうんうん、すぐお釈迦になってしまうので、うん、あとはまあ筋肉の話になるんですが、ASD が重要だと思ってます。うん、なるほど。あとはネズミの、はいはい、これをなんか慎重に動かす。大夫様、はい、今これをって実際動かされたと思うんですけども、はい、私見えておりませんので、はい、すいません。まあ確かにその感じを聞くと確かにまあ慣れてはいらっしゃるのかなという。はい。うんうんうん。ちょっと参考までに聞きたいんですけども、その自分のヘリコプターの操縦何点ぐらいですかね。100点満点で言ったら。60ですね。そしたら。ちなみに車の運転は？あ、まあ70点ぐらいあるかな。バカじゃねえの。失
礼。それでは、そうですね。よし、わかりました。じゃあ今から、はい、私ちょっと質問をするので、はい、4択で、答えてほしいんですね。はい。うん。なので、ちょっと待ってください。4択をまず言うと、はい、はい、どちらかというと、はい、はい、どちらかというと、いいえ、あと、いいえがございます。わかりました。なので、私質問するものに対してこの4択からお答えください。はい。遊びでもやっぱり勝ちたいっていう気持ちはあったりしますか？勝負ごとは。あー、まあ、あるっちゃありますということは、どちらかというと、はいかな。そうですね、うん。人の髪型などの変化にはすぐ気づく方です？ああ、気づきますね。うんうん。何かに夢中になってるとつい視野が狭くなったりする方ですか？あ、まあ、はい。うんうん。気に入ったもの、銃や服、まあ何でもいいんですけど、気に入ったものは衝動買いしてしまう方ですか？衝動買い、計画を立てて買ったりはしますけど。じゃあどちらかというと、いいえかな。です。ただ、まあ、GTR 君は欲しかったので、そのために頑張って貯めていた。おお、偉いですね。で、それは衝動買いではあるけど。じゃあお金があったらすぐ買っていたということですかね？あー、はないですね。もうない。はい、もともと GTR 買うとき、うん、お金あったんですけど、うんうん、あの1000万か2000万ぐらいの貯金は欲しかったんで、あの7000万ぐらい貯めてから買いましたね。意外と計画性が。じゃあどちらかというと、というかもうかなりいい家ですね、これは。あ、家なんです。うん。では何か大きな仕事をした後とか、任務をこう達成した後は、やっぱりお祝いとか味方と喜びを分かち合いたいとか、そういうのあります？はあります。うんうん。使う武器はあまり悩まず決めれますか？は、作戦内容によってですかね。うんうんうん。じゃあ殺し合いが始まります。はい。使う武器、まあ、武器がこうバッと並んでますけど、すぐ選べたりします？そうですね、うん、自分だったら SMG ですかね。うん、なるほど。サブマシンガン。はい。初動、あー違うな、バック、ポケットの整理はうまくやる方ですか？は、あまり得意ではないですね。じゃあどちらかというといい。突然の接敵にも落ち着いて対処できたりします？は、具体例をもらってもいいですかね。じゃあ今まさにこの港に、この埠頭にこう敵がバッと来ましたと。はい。すぐ対処できますか？もちろん武器は持ってます。そしたら、そうですね、無線を入れつつ応戦しますね。おお、じゃあ対処できるということだ。落ち着いてるってことですね、要はその時も。あ、まあそうですね、うん、友達といるよりも一人の時間の方が好きですか？時によるますね。じゃあどちらかというと、はいですかね。そうですね。些細なルールでも守らない人は嫌いだったりします？うーん、今まだ B 拠点向かってます。まもなく着きます。どちらかというと、はいですかね。どちらかというと、夢見がちな方ですか？夢見がち。あー、多分そこははいだと思います。自分よりも相手の都合を優先することが多いですか？わー、トントンですかね。トントン。どちらかというと、はいか、どちらかというと、いいえ、どっちよりか分かります？自分で、ご自身で。まあ誰かのために動きたいっていうのがあるんで。じゃあはいですかね。どちらかというと、はい、はい、そうね、どちらかというと、はいですね。はい、分かりました。うん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 、なるほどなるほど。少々お待ちくださいね。はい。
はい、わかりました。では何か相談とかあります、はい、こうモズに対するこう不安や不満、まあちょっと日が浅いかもしれませんが、まああるか。そうですね、3マガジン持ってます。当たると不安と言われると、まあ、現状その自己社会をまだちゃんとできてない方が何名かいるので。自己社会、ああ、じゃあ自己紹介、あ、自己紹介ですね。はいはいはい、はい、もちろん。なのでそれがちょっと心残りですかね今の。うんうんうん、まあ、自己紹介はね、まあ、ゆくゆくできると思います。ちなみにどなたのことですか。多分市香さんとかですか。あれ、市香とはレギオンの駐車場で軽くしませんでした。あ、けどそう、なんかなんだろう、本当に流れみたいな感じだったんで。ああ、なるほどなるほど、ちゃんとしたってことですね。そうですね、B 拠点で武器とそのジェフリー君とは船を確保しに。ああ、前回しましたね。じゃあもうほとんどのメンバーとできてるんじゃないですか。あれ、あとなんか無線にいた方で、ああ、下請けの方たちかな。あ、ですね、多分。そしたらそうなんですよね、ややこしいですよね。モズの正規メンバーと、はい、お手伝いをしてくれて、まあ、あくまで市民なんですけど、モズの協力者が2人いまして。あ、そんな方も無線を共有されてるんですよ。あ、そうなんですね。ちなみにタラリ様と藤子様という。ああ、じゃあでもタラリさんと自分まだ、うん、自己紹介ができてないですね。あ、さようでございます。はい、まあそんな感じですかね。他にありますか。他はまあ、まあ、今悩んでいることというのであれば、はいはい、ちょっと待って、まだこう見ただけではあるんですが、うん、ここだけしてまあその受注する。自分にはなんかボスの、うん、あれが本当にできるんだろうかみたいな、うんうん、その悩みはありますね。まだ20歳とかでしたよね。ああ、そうです。ダーマさんおいくつか知ってます。40でしたっけ。ああ、そうです、それぐらいですね。ダーマさんもきっと若い頃は今のような姿ではなかったと思いますよ。うん、そうなんですかね。うん、まあ、あなたもまあ年を重ねるというよりかは経験を積むという方が正しいんですかね。経験を積めばきっとそういうボスの器たるものをもしかしたら得られるかもしれません。まあ、でもあなたは若干20歳20代にしてその目標があり、さらにその目標なるべき方が近くにいるというのはかなり大きいんじゃないでしょうか。完了して、そうですね、とても恵まれてると思います。その環境をしっかりとこうで自分のその考え方としてその目標があるからこそその学びも多いと思いますので、はい、うん、きっと大丈夫です。そこはわかりました。まあもちろん現状はね、ダーマー様とまあ全然違う箇所は多いと思いますけど、あ、でもダーマー様そのものになりたいわけではないんでしょ。そうですね、まあでも、うん、吸収できるもの吸収して、そうです、まあ、バンさんみたいなボスになりたいっていうのはありますけど、バンさんになりたいわけではないですね。うんうんうん、まあそこはしっかりとこう自分なりに咀嚼していければいいと思いますね。はい、じゃあ他にございますか、そういった類のもの。他はないですね。じゃあ個人的になんか私に相談したいこととか。左外周回ってます。それもないですか。ああ、まあ、特にない。あ、はい、あとあれだ、その、そう。お好きな食べ物とかって何です。好きな食べ物ですか、私の。はい。まあ、私リンゴ好きですけど。一旦離れていいよ。はい。了解。はい。あ、まあ、ちょっと覚えておきます。3分ぐらい。覚えててくださるんですか。はい、船の方まで。なんだろう、こう近しい人には何かしらしたいものなので、うん、おお、なるほど、そうですか。ちなみに私紅茶も好きなんですけど、ちょっと私がやるから、うん、まあ藤井子様の紅茶、はいはいはい、
あれ私のために作ってくださったみたいなんですけど、解除してもらって、そうなんですね、まあ、それほど紅茶が私好きですね。了解、あ、わかりました、うん、ちなみに、大王様の好きな食べ物は？自分、ケバブが好きです。ケバブ、はい、ほう、なんかケバブは理由があるんです、まあ、理由って言ったらあれですけど、なんかきっかけがあったんですか？あのコスパがいいのと、はあはあ、いろんなケバブがあるんで、はいはい、そこですかね。へえ、ケバブが好きなんですか。はい、プレッシャーがついてないなら、なるほど、わしのついてるからとりあえずわしが基本やる。そば、ご出身どちらなんですか。すいません、は多分日本だと思います。多分ってのは自分でもよく分かってない。そうなんですよね、なんか、うん、気がついたら、その日本のなんか路地裏とかにいて、うんうん、でそこからこう、まあ、用心棒やって、うんうん、で日本で、まあ、護衛の仕事をして、うんうん、っていう人生だったので、そうなんですか。だからその親の顔も知らないし、うん、それ何色、まあ、兄弟がいるのかどうかもわからないっていう。なるほど。ギャングを志そうと思ったきっかけがあるんですか。というと、ああそうですね、歪んどる可能性ある。あ、それもこう西野から銃盗んだの呪われたかな、さ悟してくれたっていうのもあれなんですけど、晩、うん、さんが西野のピンクの銃だったんだよね、あの導いていただいたというか。うんうん、なるほど、はい、まあ、救ってくださったのがダーマ様ということですね。そうですね、うん、困っていた時に手を差し伸べてくれたのはマ、うんうん、さんでした。わかりました。それでは私に聞きたい質問、何かありますか。質問ですか、うん、まあさっきの好きな食べ物がそうだったと思うんですけど、まあそうですね、他に何か質問はあったり。他には特に、まあ、まあ前回一応聞いたりとかはしていたので、ええ、うん、ないですね。わかりました、はい、ありがとうございます。まあ面談は以上なんですけども、はい、まあそうですね、あなたはなんかその作戦を考えたりするのが、まあ、得意、お好きということですもんね。そうですね、うんうん、あなたの知恵を借りることがあるかもしれません。ああ、その時はぜひよろしくお願いします。あの商工会の時も割と落ち着いて対処というか交渉でお話しされてたので、ああいえいえ、素晴らしいなと思ってました。そういう交渉の場に行かれることも多いんです？前は多かったですね。あ、そうですか。はい、あとはその晩さんからもそれも教えてもらったので、うんうんうん、そう、あのなんか利用するなら交渉、うん、なんかうまく交渉していった方が利用できるみたいな。そうですね、なるほど、わかりました、ありがとうございます。はい、